何？ミラさん、私のお尻つっつくの好きやね。おし、出発しますか。ってことで、今回のメンバーは誰？はい、フィッコーちゃん、そしてメグちゃん、ミラさん。はい、この4人で行きます。シャキン。ミラさんポーズ取っとった。さあ、そろそろたどり着くかな、アスムのところに。犬飼いたいな。頑張って、飼ってるよ。もうすでに飼ってるよ。そろそろ強敵が出てくるよ。え、フィックルわかるの？うん、さっき看板があったんだ、この先ボスの部屋って。なるほど、言われてみればただならぬ気配。気を引き締めていこう。おお、この先ボスの部屋、親切やね。ずんどこずんどこ、どうした？何があった？お、これは誰だ？さっちゃん、さっちゃん、今すぐ助けてあげるよ。ガシャガシャシャキーン。どうした？ロボット？鎧のさっちゃん、かっこいいな。これさ、周りのがさ、めんどくさいよね。この剣と盾、蹴散らないで。蹴散らないで、ちゃんと全力でやって。おお、盾が剣を守る。これは盾を先にやっつけた方がいいと思うよ、みんな。お、踊り出した、踊り出した。てか思うけど、あれほぼ剣じゃない？そんなもので刺したらお尻が裂けてしまう。楽しそうね。あ、びっくりした、回復かと思った。一瞬そんなに体力なかったかなって思ったけど、なるほどね、激辛か。そしてあんなね、身を挺して守っとったのに剣の方が先にやられるっていう。でも思ったよりいけるんじゃない、普通に。あそれもはや槍とかじゃなくってね、先めっちゃ太いから。おーし、これであとは本体だけや。いけいけいけ。何？ミラさん、私のお尻つっつくの好きやね。めっちゃ好きやね。どうした？もう私のお尻ぐしゃぐしゃになってしまうんやけど。お、ハサミ打ち、いけー。いいぞいいぞ。お、みんなで協力し合って。花が咲くよ。この時の顔が好きです。お互いにうるうるなっとるのよ。お、ガードが甘くなった。心配するんじゃなくって回復料理を出してあげてよ。お、出した出した。え、違う、激辛マジで。そこは回復でしょうよ。ティータイム入った。やっぱ辛かったけんね。花が咲くよ。はい、そこでフィッコーちゃんが回復をしてあげると。結構体力あるな相手ね。すぐやっつけれるかと思ったけど、ダメージもだいぶ与えてると思うんやけど。いけ、めっちゃガン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 押すね、みんな。なんかテンポ速くない？あ、我に返った。待って、仲間呼ばないで。とりあえず剣だけ。次盾呼ばれるよ。早く早く仕留めるんだ。早き。本体、本体、あ、やった、よし。これであとは
剣をやっつけろ。とりあえずこれで経験値が稼げたと思ったらね。剣は多分あっという間にやっつけれるはずやけん。いけー、から焼き。おお、いいねいいね。さあこれでさっちゃんが解放、ありがとう。いえいえ、汗かいちゃったよ。まああんだけ火を扱いよったらね。フィックルはレベルアップ。フラワーベッドを覚えた。仲間全員に花々の力を与え HP を回復する魔法。そんな技あったっけ前回、ちょっと覚えてないんやけど。特上縦グラタン、炎の特上チリスープ、特上ソードお刺身。お刺身がいい。炎の特上チリスープとか無理やん、燃えるやん。絶対食べれんやんそんなん。戻ったー。さあこれでさっちゃんも無事救出。わーい、アユナ信じてたよ。よかったよかった、絶対助けに来てくれるって。当然。ありがとう。じゃあ先に行って待ってる。どこに先に行くんだい。あ、宿屋か。なるほどね、魔王のところに先に行ったんかと思った。お、これで全員、やった、全員助けられたよ。あとは大魔王だけ。ひひはは、頑張ってミラさん。2200ゴールドゲット。とりあえず大魔王のとこに行くまでに多少でもねお金を稼いでいい武器装備に変えておきたいなと思うんだ。まだまだ足りんけんね。さっちゃんは、はい、めぐちゃんのところで。お、ムカムカ終わり、仲直りした。クルボンを許した。さあ全員大集合やね。じゃあ料理、あ、さっきの3つだけか。とりあえずあゆな、ゆうかさん、ミラさん。ほい、それじゃゲームコーナーでルーレット、お願いします。古びたアーマーを。これはプーさんかな。こんだけ人がおったらちょっとこれ、ここのね帽子と服もどれが誰のだかちょっとよくわからなくなってくるけど。 HP バラが1本。ここでもちょっといろいろと装備を整えておきたかった。ほい、それじゃあお小遣い。あー結構みんな武器、さあどうかな、誰かな。でフィッコーちゃんブリキの玉、とりあえず攻撃強い系の人をさらに強化していくと。ブリキの玉を買ってきた。なんかあれやね、なんていうんやっけ、キラーみたいじゃない、マリオン出てくる。お、攻撃91までいったよ。ちょ、3桁までいきたいんやけどな。200ゴールドじゃ何も買えない。はい、ってことで次は誰かな。あ、またミラさん行く。メグちゃん、あれさっきと同じメンバーに。お、ゆうかさん行こう。はい、じゃあ今回はこの4人、まあ、さっきとフィッコちゃんとゆうかさんが入れ替わったぐらいの感じやけど、さあ行きましょう。宝箱が置いてあるぞ。あ、この先はもう大魔王かな。行くかー。ゆうかさんが今着とるあの恐竜の装束、あれがめちゃくちゃ可愛くって好きなんよ。怪獣の装束やったっけな。アユノ様、やあやあ、私はどこでもポストマン、アユノ様にお届け物です。ほうほう、手紙を受け取った。しかとお渡ししましたよ。アユナへ、そろそろ大魔王の城についてころかしら。応援してるわ、頑張って。ふふ、ミクより。手紙の文面でふふって書くんやね。初めて見たよそんな人。ミク頑張ります。みんなも応援してくれているところだからね、ちゃんと頑張っていこう。どっちに進む、上に行こう。
もう宿屋に着いたんかと思った。全然やったわ。熱風やだ、燃やされそう。結構強い、もしかして。え、そうでもないんかな。ゆうこさんの攻撃力がまだちょっと低い感じ。こう満遍なく使っていって、あ、でもレベル13微妙か。満遍なく使っていってみんなのレベルを上げたいけど、あー、お尻にお尻に火がついてしまった。頑張って。よし、いいぞいいぞ。大丈夫？消化された、ちゃんと。竜巻レモネードもらえるものはいいんやけどな。じゃ、誰か心配してあげてよ、今くしゃみしたんだから。お、ゲーム券を3枚ゲット、助かる。ゲーム券、ゲーム券とお金が欲しいです。あとはまあ装備。戻ってくるんかい。ちょっと遠回りしてモンスターと多めに戦ったっていう感じかな。慎重に慎重に。よし、いいぞいいぞ。エナジードレイン。でもこれは手伝ったけんって別に吸い取ったエナジーを分けてくれるわけではないよね。ちょっと多めに吸い取って全部自分が取っていく感じの。かまいたち結構忍者っぽくて好き。かっこいい。勝ったぞー。あとちょっとでゆうかさんレベル上がるけど、急げー。走れ走れ。はい、これはまっすぐ進んでいきましょう。お金欲しいな。わかる、めっちゃわかる。欲しい。お金大事。いや、こいつらね、こっち振り向いた途端にすごい不気味なんよね。後ろ向いとったら綺麗やんね。失敗するのはいいから回復をしろよ。ほらほら、なんか全体攻撃とか誰か持ってないの？ゆうかさんが持ったんじゃなかったっけ。みなさんクーリアって言って性格。なるほどね、クールな子は細か。ここは手分けして別々のをやっつけよう。向こうの台数が多いんだから。あー、あと1匹いけ。もうこれで仕留めたね。はい、オッケー。多分最初のアイナの一撃だけでやっつけるとったと思う。汗かいちゃった。まあね、この辺ちょっと暑そうな感じするもん。めっちゃ燃えよるし。え、ランプでかくない？今思ったけど。お、好きレベルが2組アップ。好き。そして好き。両方同じレベルやった。はい、それじゃあさっちゃんとめぐちゃんが、さっちゃんが歌っている。歌うまいね。まあね、さっちゃんだからね。お、ここも好きレベルが。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。さあ、そして料理、今回も3つしかないけれど、さあ誰？キャンディーさんとリミちゃんを。いいねいいね。そして誰やったん？ミラさんやったんかな。なんかちょっとニコニコしとったけんね。じゃあ3人ともいい感じやったってことか。よきよき。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。ハートのドレスをください。これはメグちゃんかな。お願いします。あ、来た。やったね、ハートのドレスゲット。
めぐちゃんでしょ。さあ防御上げてこ。はい、ピーチ姫みたいやね。まあそこで色を変えたらどうなるか。どうしよう。なんかこれめっちゃよくない？なんか光の国のお姫様みたいな感じすごい輝いとった。はい、そしてお小遣いは、とりあえず武器、あー足りない、微妙に足りない。お化けキノコの花、よし、なろうなろう。オッケーオッケー。さあこれでお化けやけんね、ちっちゃい色とかで渋い感じで。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ仲間も全員集まったし、そろそろ大魔王やね。もうあと宝箱の場所2箇所行ったら大魔王かな。